新しい契約か？わかった。休暇中だが、付き合ってもいいぞ。契約書はどの名にすればいい？名はたくさんあるのだが、今は、勝利と名乗っている。お前はどうだ、旅人。お前はどの名で契約する？旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーユへは、あらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に、共に船へと乗った故人とは、いつまた再会できるだろうか。ルリ袋という植物は、湿っぽい環境を好むため、雨上がりに摘むのがおすすめだ。見かけたら、適切な時に摘むといい。雪が止むまで場所を移動しよう。俺は問題ないが、お前が風邪をひくかもしれない。休暇に向いていない天気だ。芝居でも見に行くか。今日も好景気になることを願っている。元気になるもの？チコガンにあるいい店を知っているが、もうウン殿の芝居に間に合わないが、夜のリーウェはまだまだいいところがたくさんあるぞ。市場が終わり、賑やかな港も眠りについた。お前も休むといい。規則がなければ、縁をなすことはできない。常人でも仙人でも、それぞれの役割を果たすことで、リーユへの平和が保たれる。黄金は、リーユへの富、リーユへの心臓を動かす血だ。お前に黄金のように輝く心があるかどうか、見極めさせてもらうぞ。俺たちには契約がある。だから、契約内のことは、何でも相談していいぞ。契約外のことでも、俺に相談していいぞ。この土地で長く生きてきたから、大体のことは知っている。とはいえ、お前にやってもらいたいこともある。そうしないと、公平じゃないからな。契約は、友情の深さを測ることができない。では、何を使えば、俺たちの友情の重さを測ることができるのだろう。友よ、お前は答えを知っているか？神の目。それも一つの契約だ。あらゆる力を知るには、代価が必要だ。千の権力には、千の責任が伴う。取引の決まりは契約。その基準は公平。それは、契約を作って、守る者が忘れてはならないことだ。公平が失われたら、契約は嘘の証拠となる。絶運の間に行く機会があったら、精神を一束取ってきてくれ。一束でいいんだ。旅費は、ああ、忘れるところだった。契約の有効期間中の旅費は、お前が持ってくれ。では、頼んだぞ。桐原の少年仙人か。ふん。今日になっても、彼はその責務を果たしている。この連理陳心さんを、彼に渡してくれるか。そうだ。パイモンが食わないように注意するんだ。この薬は、常人が耐えられるものではない。あの詩人が来ただろう。あの風流のわからないのんべえ詩人が。お前。ふん。奴に変な飲み物を飲まされて、うっとりしているのか。少し待て。眠気覚ましの茶を入れよう。6時間あればできるんだ。少し待ってくれ。多忙を極めていても、
彼女は粉塵の心を持っている。あの頃、彼女が裸足で陽光の浜から南ふ頭まで歩きながら商いをしていた姿を思い出す。時間は人にとって残酷なものだな。今の同種？うん。あの子は苦手だ。あのスネージナヤのファデュイの執行官はまだリーウェにいるのか？構わない。彼がお前にちょっかいをかけてきたら、その時は俺を呼ぶといい。近頃講師のファデュイでの評価がまた下がったらしい。しかし悪評を一掃するためであれば、彼は積極的に動くだろう。ふん、そう考えると今度彼との宴席でまた面白い話が聞けそうだ。旅人、お前も一緒に来るか？どうした？せっかくの休暇なのに休まずに俺のところに来るとは。俺の話が聞きたいのか？黒岩城の起源を聞いたことがあるか？昔、人々は天鉱山の鉱脈を採掘しながら、中で工場施設を作っていて、そしてそれが東大陸最大の工場になった。中の道路は四方八方に通じている。大地の深部にある古い遺跡に通じるものもあったが、そのすべてを記憶している人は、今はもういないだろう。怪盗祭の起源を聞いたことがあるか？昔、リーウェは戦をしていてな。戦地へと赴いた人たちが、故郷に帰る方向と、自分の初心を見失わないよう、人々が夜に抵当を飛ばしたんだ。今はもうそんなこと、誰も覚えていないだろうがな。契約の神について、聞いたことがあるか？彼は記憶力がとてもいいんだ。宿敵の名前を、リーウェ船舶局が設立してから、船が出航したすべての日を、彼が忘れたことは一度もない。それほどの記憶力があるからこそ、あらゆる契約を覚えられる。しかし、記憶力がいいということは、たまに不快になるきっかけにもなる。長く生きすぎた人は、記憶の中でのみ、昔の戦友や過去の景色を尋ねられる。それでも、お前との出会いを後悔していない。友よ。たとえいつか、お前と別れる日が来るとしても、お前は、俺の記憶の中で、輝き続ける。時間があるとき、城内を散歩すると気分が落ち着くな。うん。こんな気持ちはいつからだろうな。人々に契約を守らせ、ルールに従って行動してもらうのは、公平を守ってほしいからだ。しかし、そのことに気づかない人は、どうしてもいる。遠い昔に、友と共に飲んだ酒だ。気候が変わったせいか、過去の味はもう再現できそうにない。海産物は嫌いだ。見るだけで、ああいう、なんというか、ツルツルと滑るような感覚と、洗っても消えない生臭さを思い出す。原因は、話すと長くなる。記憶力が良すぎるからということにしてくれ。力が戻ってきたようだ。多くはないが、役に立つ。力が増した分、体への負担も増えた。大丈夫だ。俺の体は、普通の人とは違う。心配いらない。
なるほど。神の目を使って元素の力を操ることは、常人にとって単なる異形ではないんだな。ふん。あの時の彼らは、こんな覚悟を持って俺のそばにいたのか。神の心を手放した後、こんな景色が見れると思っていなかった。友よ、感謝するぞ。そうだ、ここに新しい契約があるが、一緒に確認しないか。